アーミコンまだ300本ぐらいあるからな。はい、この辺どうだ。何が出ましたかね。バンプレスト？バンプレストか。っていうことは SD ガンダム系？ああ、SD ガンダム系ですね。バトルドッジボール2ね。これあんまりやったことないんですけどね。とりあえずやってみましょう。必殺技の出し方とか全然わからんけどな。クニオ君のドッジボールならよくやってたんですけどね。1はやったことあるんだけどな。バトルドッジボール1はやったことあるんですけど、2は初めてですね、今日ね。これはまあ飛ばしますよ。めんどくさいんで。はい。あ、選べるわけや。ガンダムヒーローズ、モビルスーツキラーズ。グループですね、これ。ウルトラマンと仮面ライダーとガンダムが大体まあ、あれ、ショッカーってことは仮面、あ、そうだよね。仮面ライダーのこの敵とかですよね。まあ、ガンダムヒーローズにしとこうか。これはウルトラマンでしょうね。竜騎兵団っていうことはこれ、SD ガンダムのナイトガンダムとかってことかな。モビルスーツキラーってことはこれ敵の方でしょうね。ザクとかね。じゃあガンダムに行きましょう。F91。何これ？何ガンダムこれ？ V ガンダムか。ジム。ダブルゼータ。あ、4体しかいないのか。じゃあ、ダブルゼータにしとくか。これ、あれ？ああ、なるほど。ポイント。まあいいや、これスタートでね。はい。これでいいっすよ。はい。これ、面が選べるってことか。んじゃあね、ウルトラマンにしとくかね。ゼットンの、ここで、選べるんですね、ステージがね。おっと、これまずね、コントローラーがよくわかんないんですけどね、セット、これ。あ、これ走るのあるクニオ君と同じですね。あ、これパスか。あ、A ボタンで投げるのか。あ、受けるボタンがわからんぞ、俺。これ、助走で走って投げた方が良さそうですね、これね。よしよしよし。受けるボタンは B ボタンってことでいいのかな？あー、食らった。これなんかあっという間にやられそうな気がするな。あー、しまった。あー、何やってんね。あー、何をやっとんね。あー、もう取れないや。あ、ジェットンにやられた。あれ？何してんね？とか、1000超えてしまったからか。いや、もうこれ、ほぼ初めてに近いですからね。もう、初めて、2は初めてですからね。1はやったことあるんですけど。いや、結構僕ね、買うだけ買ってやってないゲームいっぱいあるんでね。まあ、でもね、新鮮ですよ。こういうくじ引きという形でね、プレイできるだけでもね。ああ、惜しいな。これ外からですね。外から当てられるんですか。あ、当たらなかった。これ周りにいるやつはピグモンですね。よっしゃ、当てた。これヒットポイントはありますよね。まあ、やっぱそこはクニオ君のドッジボールと同じシステムですね。あれ、受けるのどうすんのやろ、これ。 B ボタンかな。 A ボタンじゃなくて。あ、マジンガー Z みたいなやつもいるぞ、なんか。違うか。あ、これ、ウルトラマンの敵やもんね、これ、全部ね。マジンガー Z がいるわけないな。なんか、マジンガー Z みたいな、なんか、モンスターみたいなやつがいるから。そうそう、この受けたやつがちょっとマジンガー Z っぽいなって今思ったんですよ。あー、やられた。一人やられた。これはもう一人やられた時点で終わりってことですね。はい。負けたら終わりじゃなくて、一匹やられたら終わりです、これは。こういう場合はね。